インド代表のパル判事は、この裁判は日本が侵略戦争をしたかどうかを審議するのではなく、最初から侵略戦争をしたという前提に基づいての審議をし、大衆の心を支配しようとしたと批判。さらに検察側の言う日本の侵略戦争の歩みを歴史の偽造とまで断言したのです。獄中で病死した東郷重則元外務大臣は、子供たちにいざこらよ戦うなかれ、戦わば勝つべきものぞ夢な忘れそうと歌を残している。子供たちを戦争をするものではない、しかしもし戦うならば絶対に勝たなければダメだ、勝たなければ無法な罪まで押し付けられる悔しさを伝えている。戦後侵略戦争の張本人のように言われ続けている東条英機は、自分を弁護する証人は誰一人呼ばず、臆することなく、日本の戦争は自存自衛の戦いであり、自分は間違っていないと証言台で公然と胸を張った。ただし国民に対しては敗戦した責任は自分にあると語っている。今この靖国神社には永久戦犯という汚名を伏せられた東条英機をはじめ14人の方々が昭和殉難者として祀られている。昭和27年日本が独立した後、当時の日本政府が戦犯で処刑された方々を戦争犯罪人とはなさず、戦争による公務死と認定したからである。日本軍人を裁く裁判は日本本土以外でも行われ、多くの軍人軍属が罪もなく弾頭台の露と消えた。陸軍大尉星島進の御子とラバウで法務士35歳、和子殿、親愛を持ち続けながらそのいたわること少なかれし結婚生活を許せ、しかし俺の武人としての正しさは誰かによって伝えられる。戦犯の名は辛かろうが、もちろん俺は日本の罪人ではない。和子よ泣くな、子供をひがまさず正しい人間にしてやってくれ。陸軍軍属高橋久男の御子は、中国軍の接近を日本軍に通報したため中国軍が殲滅させられたという、ただその理由だけで北京で処刑された。故国の皆様お元気ですか。ご当地はまだ雪で畑仕事もできないでしょう。事実亡き子供領民殺害の罪名のもとに裁かれるのです。今となっては何をか言わんやです。皆様何事も運命とおぼしめし諦めてください。高橋久男の御子の兄久一さんは、取材スタッフが訪れるのを一日先週の思いで待たれていたが、訪れた数日前に息を絶たれた。94歳の大往生である。生前弟には何の罪もありゃせんと話をしていた久一さんは、冥界で今頃は弟高橋久男の御子と悔しさを語っているのだろうか。あとは死して皆様のおそばへ参ります。妻辰のそばに置いてください。遥かに東方を遥拝し、断腸の思いを絶って刑を待つ。顧みる38世ここに倒る。日本が戦争に負けたその一時のために、身に覚えのない罪をかぶせられ、それでも商用として刑場に赴いた多くの戦犯の方々。雪は深い、全てを覆い尽くす。だが跳ねのける力を名もない野の花でも持っている。日本が、現代日本人が目覚めるのを英霊は待っている。
米英を主敵として不屈の魂で戦った大東亜戦争、真実とは何か、その幕が切って落とされる。大東亜戦争は日本一国で戦ったのではなく、南方の諸民族も一つとなってアジアに新しい秩序を確立させるために米英と真っ向からぶつかった一大戦争である。戦場も銃後も一億が火の玉となった。守ると我々の命で日本を守るっていう、やっぱり日本のためにあの命をなくなっても生きたかった気持ちがありました。いつ死んでも構わない、国のためならば、天皇陛下のためならば、いつ死んでもよし、そういうこの精神が非常にこう覚悟してます。歌を作るにできない、それみんな日本人が指導してくれた。そしてあの植えることもできない種ね、もうみんな種もできない、あれみんな日本人の教育だからね、よし日本のためにあの命が流れてくるという決心をして、それから行ったんです。大しく勇敢に彼らは戦った。当時の朝鮮半島の人々、また台湾の人々も共に戦ってくれた。靖国神社に祀られる朝鮮籍戦没者21,181柱英霊、台湾籍戦没者27,863柱英霊、ガダルカナル島上陸を皮切りに、タラワ、マキン、クエゼリンと日本の占領した島々を奪回したアメリカ軍は一気に日本本土に攻撃をかけ叩き潰せると考えた。しかしその目論見は見事に外れた。圧倒的な戦力のアメリカ軍の前に日本軍が立ちはだかったからだ。猛烈な闘争心、飽くなき抵抗、想像を超えた関東精神、武器、弾薬、食料が切れても日本軍将兵は白旗を掲げなかった。白旗を掲げれば自分の命は助かる、だがそれは祖国への裏切りとなる。祖国にいる家族、同胞は日本の勝利を祈り、日本のために勝ってくださいと送られてきている。なんで負けて帰れるか。最後の最後、日本軍人としての成果を示すために将兵は突撃を敢行し玉砕したのです。鉄砲と銃をよこせ、弾をよこせ、今からでも行くって言うんです。やっと歩けと食べもしない。平坦病院に運ばれてきた重症患者の多くの兵士は食べ物もいらない、武器をよこせば今からでも行くという。食べなくたってね、銃があれば行くって言うんです。何もないんです、鉄砲も弾もないの。もう大東亜戦争最初の玉砕地となった北の圧島では山崎康代大佐以下2500の将兵が守備していたが、15,000のアメリカ軍相手に18日間前線。昭和18年5月29日、敵陣地に突撃玉砕した。